韓国のアイドルグループビッグバンの G ドラゴンとブラックピンクのジェニーの熱愛報道に注目が集まっている。韓流旋風を主導したグループに所属しており、二人が持つ影響力も大きいためだ。24日、G ドラゴンとジェニーの熱愛報道が流れた。あるマスコミが、二人が交際1年であること、所属事務所の先輩後輩から恋人関係に発展してデートを重ねていることを報道した。これについて YG エンターテイメント側はアーティストのプライベートに関しては事務所が確認いたしかねます。ご理解のほどよろしくお願いいたしますと発表した。交際は二人だけの問題だ。過度なプライバシーの侵害は関心ではなく毒にもなりうる。G ドラゴンは最近カムバックを予告し、アルバム制作に力を注いでいる。軍服務を終えて初めてのアルバムで、彼の今後の活動を決める最初の一歩となるため関心が高まっていた。ジェニーもライブストリーミングコンサートザショーを成功裏に終えたばかりだ。国内だけでなく世界にも注目されているブラックピンクに所属し、ソロアルバムもヒットした彼女も注目の敵だ。こうして K-POP 人気を先導している二人の交際への不確かな推測やプライバシーの侵害は、応援ではなく毒になるだけだ。今は私生活に関心を持つのではなく、応援が必要な時だ。キングダム、オンライン投票開始でサーバーダウン。投票期間を延長すると M ネットが謝罪。同番組は東方神起が MC を担当し、アイコンや B2B が出演するサバイバル番組。4月1日スタート。Kリーグ多田市南木場山 FC に批判殺到。恋人への DV でベガルタ仙台解雇の日本人選手獲得で。22日にミッドフィールダー道淵良平の入団を発表。同選手は恋人女性への暴力事件で昨年10月、ベガルタ仙台を解雇された。関係者はクラブチーム内部での深い話し合いを経て多角的に検討した結果と説明。14、SNS に意味深な写真を掲載。過去、G ドラゴンと数回の熱愛説。一部では GD とブラックピンクジェニーの交際報道を受けての間接的な心境ではないかと推測している。写真は私の経験だけど、楽しみたいと決心すればいつも楽しみを見つけることができますとのセリフのキャプチャー。